everyone. Good morning. How are you? It's Miko. 皆さん、おはようございます。世界がしゃべり場チャンネルご覧いただきありがとうございます。今日はですね、私が最近とってもかっこいいなと思ったお気に入りのフレーズをご紹介したいと思います。それはですね、What about you? What about you? What about you?友人がですね、子供さんに向かって What about you? 言ってたんですよ。とってもかっこよくて、もうその時にもう気に入ってしまって、それを聞いてからですね、私は一日中、あれは何だったっけ、何だったっけ、 What about you? こんな感じで20回ぐらい、頭の中でイメージして思い出しながら、それを繰り返してみました。もう独り言なんですが、 What about you? What about you?、これを繰り返すことによってバッチリ1日でワンフレーズ、そのシチュエーションも含めて覚えることができました。1日ワンフレーズですが、気に入ったフレーズを自分のものにするために、1日ワンフレーズの、英語の、インプット、そしてアウトプットの練習を、続けていきたいなと思っています。ぜひあなたのお気に入りのフレーズも教えていただけたらと思います。 What about you? 今日も、楽しんで英語を続けていきたいと思います。またお会いしましょう。 See you then!